歴代史上第29章ダビデ王はまた全回収に行った。我が子ソロモンは神がただ一人を選ばれたものであるが、まだ若くて経験がなく、この事業は大きい。この宮は人のためではなく主なる神のためだからである。そこで私は力を尽くして神の宮のために備えた。すなわち金のものを作るために金、銀のもののために銀、青銅のもののために青銅、鉄のもののために鉄、木のもののために木を備えた。その他しまめの、はめ石、アンチモニー、色のついた石、さまざまな宝石、大理石などおびただしい。なお私は我が神の宮に熱心なるがゆえに、聖なる家のために備えたすべてのものに加えて、私の持っている金銀の財宝を我が神の宮に捧げる。すなわちオフルの金3000タラント、聖銀7000タラントをそのもろもろの建物の壁を覆うために捧げる。金は金のもののために、銀は銀のもののために、すべて工人によって作られるもののために用いる。誰が今日主にその身を捧げる者のように喜んで捧げ物をするだろうか。そこで士族の長たち、イスラエルの部族の司たち、千人の長、百人の長、および王の工事を司る者たちは喜んで捧げ物をした。こうして彼らは神の宮の務めのために金5000タラント1万ダリク、銀1万タラント、青銅1万8000タラント、鉄10万タラントを捧げた。宝石を持っている者はそれをゲルション人エヒエルの手によって神の宮の蔵に納めた。彼らがこのように真心から自ら進んで主に捧げたので、民はその自ら進んで捧げたのを喜んだ。ダビデ王もまた大いに喜んだ。そこでダビデは全回収の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。我々の先祖イスラエルの神主よ、あなたは常しえに褒むべき方です。主よ、大いなることと力と栄光と勝利と意向とはあなたのものです。天にあるもの地にあるものも皆あなたのものです。主よ、国もまたあなたのものです。あなたは万有の頭として崇められます。富と誉れとはあなたから出ます。あなたは万有を司られます。あなたの手には勢いと力があります。あなたの手はすべてのものを大いならしめ強くされます。我々の神よ、我々は今あなたに感謝し、あなたの光栄ある名を称えます。しかし我々がこのように喜んで捧げることができても、私は何者でしょう。私の民は何でしょう。すべてのものはあなたから出ます。我々はあなたから受けてあなたに捧げたのです。我々はあなたの前ではすべての先祖たちのように旅人です。寄留者です。我々の世にある日は影のようで長くとどまることはできません。我々の神、主よ、あなたの聖なる名のためにあなたに家を建てようとして我々が備えたこの多くのものは皆あなたの手から出たもの、また皆あなたのものです。我が神よ、あなたは心を試しまた正直を喜ばれることを私は知っています。私は正しい心でこのすべてのものを喜んで捧げました。今私はまたここにおるあなたの民が喜んで自ら進んであなたに捧げ物をするのを見ました。我々の先祖アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたの民の心にこの意志と精神といつまでも保たせ、その心をあなたに向けさせてください。また我が子ソロモンに心を尽くしてあなたの命令とあなたの証とあなたの定めとを守らせて、これをことごとく行わせ、私が備えをした宮を建てさせてください。そしてダビデが全回収に向かってあなた方の神主を褒めたたえよと言ったので、
前回衆は先祖たちの神主を褒めたたえ、伏して主を拝し、王に敬礼した。そしてその翌日、彼らは全イスラエルのために主に犠牲を捧げた。すなわち犯罪として、お牛一銭、お羊一銭、子羊一銭をその関西とともに主に捧げ、おびただしい犠牲を捧げた。そしてその日、彼らは大いなる喜びを持って主の前に食い飲みした。彼らはさらに改めてダビデの子ソロモンを王となし、これに油を注いで主の君となし、またザドクを祭司とした。こうしてソロモンはその父ダビデに代わり、王として主の位に座した。彼は栄え、イスラエルは皆彼に従った。またすべての司たち、勇士たち、およびダビデ王の王子たちも皆ソロモン王に忠誠を誓った。主は全イスラエルの目の前でソロモンを非常に大いならしめ、彼より前のイスラエルのどの王も得たことのない王位を彼に与えられた。このようにエッサイの子ダビデは全イスラエルを治めた。彼がイスラエルを治めた期間は40年であった。すなわちヘブロンで7年世を治め、エルサレムで33年世を治めた。彼は高齢に達し、年も富も誉れも満ち足りて死んだ。その子ソロモンが彼に代わって王となった。ダビデ王の始終の行為は、先見者サムエルの書、預言者ナタンの書、および先見者ガドの書に記されている。そのうちには彼のすべての祭りごととその力、および彼とイスラエルと他のすべての国々に望んだことどもを記している。